どうも高井です。対人援助職のためのアディクションアプローチっていう本ですけど、この中にね、お酒に禁酒法をかけて、じゃあ飲めないようにすればそしたらアルコールの依存症ってなくなるんじゃないのって、まあなた自身もね思ってるじゃないですか。これアメリカの事例ですけど、1920年から13年後にね、実はそのちょうどアルコールの依存症の対策のためにも、そのお酒の流通、これを禁止したんですよね。禁酒法で禁止したんですけど、でもこれ13年後に廃止されちゃったっていう、それなんでかっていうことですけど、飲酒から引き起こされ次世代に続く家族のへの影響や家族の生産性の低下性、社会問題になっていることを上で、周囲の、ね、撲滅のための法としてアメリカがかつて試みたのは禁酒法でした。法律の成立背景には夫の飲酒問題に悩む女性たち婦人団体の活動がありました。禁酒法は結局酒の売買がギャングによる違法な地下活動となり、ギャングの活動資金に貢献していてしまうことになり、まあそれでもう貢献しちゃうから廃止せざるを得なかったっていう現状があるんですよね。まあ今で麻薬、大麻とかね、あとは何かな、マリファナとか、そういうドラッグと同じようにお酒も流通してしまったことから、まあこれは廃止せざるを得なくなったっていう。今ねアルコール依存症対策として法律で規制かけちゃおうみたいな、例えばスマートフォンに法律をかけようみたいな件があったじゃないですか。まあニュース的にもそうだけど、じゃあ規制かけたらどうなるのかなと思ったら、まあこれ読んだらね、もしかしたらあこれ無理だなと思うかもしれないけど、読んでみてください。それでは。